ナンバーアンダーラインアイファン必見マクドナルド×ナンバーアンダーラインアイ夢のコラボポテト250円キャンペーンが話題沸騰10月7日から始まるマクドナルドハッシュタグモバイルオーダークーポン祭りでポテト250円マクドナルドが再びファンを驚かせるキャンペーンを展開しています10月7日から始まるハッシュタグモバイルオーダークーポン祭りではモバイルオーダー限定のクーポンを使うことで ポテトをたったの250円で手に入れることができるのです。特に、このキャンペーンが注目される理由の一つは、ナンバーアンダーライン愛とのコラボレーションが含まれている点です。これまでにも何度か登場していたナンバーアンダーライン愛ですが、今回も彼らとの共同プロモーションが展開されることで、多くのファンが SNS で盛り上がりを見せています。なぜこのキャンペーンがこれほどまでに注目を集めているのでしょうか それは単にお得なクーポンが配布されるだけではありません。マクドナルドとナンバーアンダーラインアイの組み合わせが、ファンの心をつかんでいるのです。これまでも、モバイルオーダーを使ってマクドナルドのメニューを手軽に注文できる利便性がありましたが、そこに人気アーティストが加わることで、ファンの間では特別な意味を持つイベントとなっているのです。ファンは、彼らと一緒に楽しむという感覚を共有でき、 さららにににお気入入りのアーティストと関連付けれれた商品を手に入れることで普段以上に食事が楽しくなりますここで面白いのはモバイルオーダーがもたらす新たな消費体験です。これまでファストフードチェーンでの食事はただ、早い、安い、美味しいという3つの要素に重きを置かれていましたがモバイルオーダーの登場によりその体験はよりパーソナライズされユーザーが自分のペースで注文を行い 待ち時間を短縮するることができるようになりましたそれだけでなく今回のようにアーティストとのコラボレーションや特別なイベントが加わることで食事そのものがエンターテインメントの一部となっているのですこのような取り組みは現代の消費者が求めるものに対して非常にうまく適応しています特に若年層においては商品そのものの価値だけでなく購入体験やその商品が提供するストーリーにも大きな関心が寄せられています モバイルオーダーは、ただのテクノロジー的な進化にとどまらず、顧客とブランドとの関係性をより密接なものにし、消費行動をより感情的なものに変える要素として機能しているのです。例えば、今回のキャンペーンでは、ナンバーアンダーラインアイとの連携がファンにとってどれほど大きな意味を持つかが SNS の投稿からも明らかです。ナンバーアンダーラインアイと一緒にポテトを食べるというフレーズが、ただの広告文句ではなく、 ファンにとっては本当に心に響くメッセージとなっています。実際にナンバーアンダーライン愛のファンは、ポテト250円というシンプルなプロモーションに対しても大きな反応を示し、そこに自分たちの好きなアーティストが絡むことで、食事体験が特別なものとして捉えられるようになっています。また、マクドナルドにとっても、モバイルオーダーの推進は単なる利便性の向上だけでなく、 新たなマーケティング手法の一つとして非常に重要な役割を果たしています。これまでも、さまざまなブランドがデジタルを活用して消費者とのエンゲージメントを高めてきましたが、マクドナルドは特にその成功例として知られています。モバイルオーダーを通じて、顧客がどのメニューをどのタイミングで注文するか、どのようなキャンペーンに興味を持つかといったデータが集積され、次なるキャンペーンの戦略に生かされています。 今回のクーポン祭もその一環であり、ナンバーアンダーラインアイとの連携がどれだけの売り上げにつながるか、またどの層の消費者に響いているのかを分析することが可能です。さらに、デジタル化が進む中で、消費者が店舗に足を運ぶきっかけを作るだけでなく、デジタル上での体験そのものを楽しんでもらうという双方向のアプローチが取られているのです。これに関連して、興味深いのは、 今後モバイルオーダーがどのように進化していくのかという点です。現在のモバイルオーダーは、単に待ち時間の短縮やお得なクーポンの提供にとどまっていますが、将来的にはさらにパーソナライズされた体験が期待されています。例えば、AI を活用した個別メニューの提案や、特定の時間帯にだけ利用できる限定メニューの導入などが考えられます。これにより、 消費者は常に新しい驚きや発見を楽しむことができ、ブランドとの関係性がさらに強化されることでしょう。実際、最近の研究によると、パーソナライズされたマーケティングが消費者の購買意欲を大幅に高めることが示されています。特に若年層は、彼らに特化したメッセージや提案に対して非常に敏感であり、それが購買行動に直結しやすいと言われています。モバイルオーダーの進化が進む中で、 マクドナルドがどのようにしてこのトレンドを取り入れ、さらに効果的なプロモーションを展開していくのかが注目されるところです。それにしても、モバイルオーダーがもたらす利便性は、忙しい日常生活を送る私たちにとって大きな助けとなっています。多くの人々が、特に週末や仕事終わりにファストフードを楽しむ習慣がありますが、モバイルオーダーを使えば、長い列に並ぶ必要もなく、待ち時間を短縮することができます。 これによって、時間を効率的に使えるだけでなく、食事の楽しみが増し、よりリラックスした気分で過ごすことができるのです。その一方で、今回のクーポン債がもたらす一つの課題も考慮する必要があります。それは、モバイルオーダーが普及することで、顧客との直接の接点が減少する可能性があるという点です。デジタル化が進む中で、店舗スタッフとのコミュニケーションが減り、食事体験が単なる 物理的なな購入行為になってしままう危険性もあります特に、店舗スタッフとのやり取りが好きな顧客にとっては、この変化が少し寂しいと感じることもあるかもしれません。ただし、マクドナルドはこの課題にも積極的に取り組んでいるようです。例えば、店舗内でのデジタルディスプレイやアプリ内でのスタッフの紹介、さらにはモバイルオーダーの際にメッセージを添える機能などが導入されており、 顧客とスタッフののつつななががりを保つための工夫がなされていますこうした取り組みがデジタルとリアルの融合を目指した新しい食事体験を提供しているのです。また、今回のクーポン債の成功が示しているのは、消費者はただ単に食べ物を求めているのではなく、その裏にあるストーリーや体験も重視しているという点です。ポテト250円というシンプルなプロモーションであっても、 それれがナンンンンバーアンダーーアダラライン愛とのコラボレーションであれば、ファンにとっては単なるクーポン以上の価値を持つのです。彼らにとってそのポテトはナンバーアンダーラインアイと一緒に楽しむものであり食べ物以上の意味を持っているのです。このように考えると今後のファストフード業界においても単に商品の質や価格だけでなく消費者とのつながりをどのように作っていくかが重要な課題となっていくでしょう。 特に日本市場においては、顧客との絆や信頼関係が非常に重視されるため、こうしたキャンペーンは大きな影響を与える可能性があります。結論として、今回の、ハッシュタグモバイルオーダークーポン祭りは、マクドナルドがデジタル時代における新たなマーケティング戦略を成功させた一例であり、消費者がどのようにしてブランドとつながり、体験を共有するかを示す良い例となっています。モバイルオーダーの普及が進む中で、 顧客との関係性を深めるための取り組みがどのように進化していくのか、そしてそれがどのようにして私たちの日常生活を変えていくのか、今後も注目していきたいところです。